アルゴマ歴史地区の住宅シティホールオしこしュのダウンタウンを通るアメリカ国道45号線、おしこし公立美術館ウィスコンシン大学、オしコし公ウ,ウォーターフェストの参加者で賑わう2006年6月のリーチアンフィシアタグランドオペラハウスオシコしュ、またはオしコシュはアメリカ合衆国ウィスコンシン州、ウィネベーゴ郡の都市。フォックス川がウィネベーゴ湖に流れ込む地点の西側に位置する。 押しこしという地名は、メノミニー族の州長の名前に由来し、鍵詰めという意味である。この地域では、早くも1818 18年から、最初のヨーロッパ人入植者によって毛皮貿易が持ち込まれたが、毛皮貿易は主要な産業ではなかった。押しこしに発展をもたらしたのは、木材産業の定着と成長であった。地は1853年に法人化され、 ウィネベーゴ軍の軍庁所在地となった。当時、の人口は約2800人であった。商人たちは、航行可能な水路を利用し、市場と北部の松林地帯を結ぶことで、木材産業はさらに発展した。1859年に鉄道が開通すると、急成長する建設市場の需要の拡大に応えることが可能になった。 1860年には、市内に11の製材所があったことから、世界のお学図の首都として知られていた。製材所は1874年には47を数え、さらに15の屋根板の加工所が存在していた。1870年までには、シしシしの人口は1万2000人を超え、ウィスコンシン州内で3番目の規模となった。おしこしノースウェスタン氏が創刊され、また、 ウィスコンシン大学、おしこし校の前身である、修立、おしこし師範学校が設立されたのはこの頃である。1875年4月28日に、おしこしで大火災が発生し、フォックス川北側のメインストリートに沿って、住宅や商店を焼き尽くした。この火災によって70の商店、40の工場、500の住宅が失われ、被害額は250万ドルに上った。 押しこし市内には33のアメリカ合衆国国家、歴史登録財に登録されている資産がある。木材産業によって企業家や実業家財をなし、彼らは政治や事前活動において重要な貢献をした。1875年の火災で荒廃していたダウンタウンを洗練されたデザインの建物に再建したのも木材であった。 市内の歴史地域の建造物のほとんどは、木材産業や、それに関連する産業で生産された木材で作られている。市内には、アルゴマブールバード、アービング協会、ノースメインストリート、ウィスコンシン大学、おしこし校内のおしこし市販学校、ペイン木材会社、ワシントン通りの6つの歴史地域がある。また、歴史的建造物は27カ所ある。そのうち11は、 住宅、四つは教会であり、他には、学校、銀行、消防署、観測所、裁判所、墓地などがある。押越市内を通過する国道、修道の一覧市内のバスは急路線があり、日曜日を除く午前6時15分から午後6時15分まで運行している。そのうちの一つは、押越市と近隣のニーナを結んでいる。1927年に開校した。 ウィットマンリージョナル空港が空の玄関口である。この空港では1928年からフォックス川沿いの都市間の郵便物の輸送を開始した。1972年にパイロットであり、また38年にわたって空港の経営者を務めたスティーブ・ウィットマンにちなんで現在の名称となった。空港の商業輸送は1980年代半ばまではユナイテッド航空。 アメリカン航空が担ってきた。現在は EAA が拠点を置いている。一家は2010年の国勢調査による人口統計データである。ウィスコンシンサラ強制省が運営するオシコシュ刑務所が置かれている。オシコシュからはアメリカ合衆国会議へ、トム・ペトリ、アメリカ合衆国上院ヘロン・ジョンソン、タミー・ボールド・ウィンが選出されている。また、ウィスコンシン衆議会会議へは、 ゴードン・ヒンツ、ウィスコンシン州議会上院へは、ミハエル・シュラーがそれぞれ選出されている。押し越しに本社を構えている、押し越し社は、押し越しトラックが前身であり、特殊機械の生産、販売を手掛けている。押し越し社は、工業用リフトなどを扱うアクセスイクイップメント部門、軍用車などを扱うディフェンス部門、救急車、消防車などを扱うファイアーエマージェンシー部門。 ミキサー車、トラックなどを扱うコマーシャル部門の4つから成り立っている。また、ベミス車をはじめプラスチック包装も主要な産業である。さらに、ヒューズ車とオーク車というよく知られたチョコレート製造会社も市内に位置している。ヒッコリーストライプの子供養生とオールオシしシしは、1895年に創業したオーバーオールや子供服を製造するオシしシしビゴッシュの創業地としても、 知られている。オシしシしビゴッシュは当初は大人用の衣服を製造する小さな町工場であったが最も知名度があるのは子供服である。子供用オーバーオールの起源は20世紀初頭まで遡り子供の服装を父親に似たものにしようと意図されていた。オシしシしビゴッシュによると売り上げが劇的に伸びたのはカタログ通販会社であるマイルズ・キンバル社のカタログに 子供用オーバーオールを乗せた頃だという通信販売での売り上げが好調だったことから全米のデパートでも取り扱いが始まり子供服の生産ラインも拡大していったただし同社はおしこしという名前ではあるものの現在おしこし市内での生産は行っておらずオフィスを構えているだけであるおしこしはまた EAA エアベンチャーという EAA 社主催の 航空ショーの開催地でもある。この航空ショーは世界でも最大規模であり、開催期間中はウィットマンリージョナル空港には世界中のどの空港よりも多い1万機以上の航空機が集結する。観光業も地域経済の一部を支えている。ウィネベーゴコではレクリエーション的な釣りやボートはもちろん釣りのトーナメント大会、毎年春の長座めずり、 ヨットボートのレースも行われる。その他、カントリーミュージック、キリスト教音楽、ロックなどのミュージックフェスティバルも開催される。おしこしには2つの地域病院があるほか、近郊にはウィネベーゴ精神病院がある。ウィスコンシン大学、おしこし校は14000人の学生、1700人のスタッフを抱え、ウィスコンシン州内では3番目の規模の大学である。市内には他に、 フォックスバレー技術大学がキャンパスを置いている。また、公立小学校は15校、公立中学校は6校、公立高校は、押越し北高校、押越し,し西高校の2校がある。私立高校は、ローデス高校、バレー、クリスチャン高校の2校がある。押越し,しでは、近年、文化、娯楽の最高が見られる。ダウンタウンの再開発計画によって、 ホックスガーに面する野外会場であるリーチアンフィシアターが建設された。夏季にはウォーターフェスというコンサートを毎週開催し、ミュージカルの全米公演、地域のイベントなども行われている。ダウンタウンにはグランドオペラハウスや舞台芸術が行われる施設もある。押越し,しギャラリーウォークは毎月第1土曜日に開催され、2006年夏と 比較しても参加者が急増している。ジャンバラやアートコーペレーティブは、おしこしギャラリーウォークの中核となるイベントで、シカゴマガジンは、おしこしを訪れる上で、見なければいけない、目的地だと推薦している。メノミニー公園で開催される、ソーデストデイズは、長く続いている人気の祭りである。なお、メノミニー公園には、動物園と、リトルおしこしという遊園地も併設されている。 ダウンタウンでは新規のライブハウスのオープンも多く、既存のライブハウスでもスケジュールが埋まりやすい傾向にあり、この傾向は地域的に広がっている。また、オシコシュでは6月の5日間にわたって多くのカントリーミュージックが集まるカントリー u s a そして多くのロックミュージシャンが集まるロック u s a も開催される。ウィスコンシン大学、オシコシ校のキャンパス内のケリーズバーは、 おしこしの学生にとって、夜遊びの定番である。このバーは1974年から続く老舗として知られており、年に2回開催される。ビアガーデンは EAA の航空ショーのために訪れた観光客などを楽しませている。ありがとうございます。